はいどうも皆さんこんにちは、こちゃの映画ラジオの時間です。今日はロバート・ロドリゲス監督作品ドミノについて紹介させていただきます。ロバート・ロドリゲスといえばスパイ・キッズシリーズを手掛けたり、ジェームス・キャメロン脚本のアリータ・バトル・エンジェルなどを監督された方ですが、今作ドミノではベン・アフレックを主演に据え、ミステリーにチャレンジしています。で早速鑑賞してきたんですが、正直期待外れでしたね。なのでこの映画好きだったという人は気分を害する可能性があるので、今すぐこの動画を見るのをやめてください。あまり面白くない映画に出会っても批評して動画にするということは最近なかったんですが、今作は僕の中で期待値めちゃくちゃ上がっていたので、さすがにこのギャップを誰かと共感したいと思い動画にさせていただこうと思います。この動画でお話しする内容はあくまで個人的な考えや感想なので、その点ご了承いただいて動画見ていただけたらと思います。またネタバレありとなりますので、この先は気をつけて動画を見てください。お話しする内容はこちらになります。それではやっていきましょう。こういう系の作品に多いのが誇張した的外れなプロモーションで過度に観客の期待値を上げることです。今作はまさにその典型でしたよね。一つの事件をきっかけに現実だと錯覚するような世界を構築し、謎が謎を呼ぶようなミステリアスな展開。明らかにインセプションを意識したプロモーションに僕はまんまと騙されてしまいました。かつてない映像体験、かつてないギミック、かつてないどんでん返しと歌っていますが、言い過ぎにも程があります。本当にやりすぎてますね。ノーラン映画でもここまで言い過ぎないですし、言い回しもありきたりで本作の内容を捉えていません。現代はフランス語で催眠を意味するヒプノティックですが、邦題ではドミノに変更されています。そしてタイトルになぞらえて一押しで世界は崩れ出すというキャッチコピーも採用されています。この物語の中で一押しで世界が崩れ去ったシーンとか別になかったですよね。無理やり感が強いプロモーションでワクワクしながら作品以上の期待値を持って映画館に足を運び、拍子抜けしてしまうというのは非常にもったいないです。そのあたりは嘘をつかないプロモーションや告知を意識してほしかったですね。今作は絶対にミステリー作品ではないです。完全に SF でした。構成や物語の流れ自体はミステリーっぽい仕立てになっているんですけど、その根幹を担うのがヒプノティックという超能力でした。ヒプノティック確かに面白い設定だと思うんですが、さすがにチート能力すぎてミステリーには不向きでしたね。先ほどのパートでもお話したようにどんでん返し映画としてプロモーションしていますが、ヒプノティックがある限り全てが後出しじゃんけん状態なので、どんな急激な展開があったとしてもそこにはロジックも何もないので驚かないですよね。例えばヒプノティックにはその効果と引き換えのリスクがあって、それを材料に駆け引きするのが肝とかだったらもっと面白い展開たくさん作れたと思います。ダニー・ロークが行動している世界が実は撮影のセットのような場所だったのは個人的にまだ面白かったですが、12回も同じサイクルをしてもロークの記憶が戻らないのであればシチュエーション変えろよと思いました。6年越しの娘のミニーに会うシーンとかもかっこよく再会したいのはわかるんですが、あんな大作のドミノをあんなにぬるっと崩されちゃたまったもんじゃないですよね。まあこのあたりは本当に細かな演出への違和感ですけど、基本的に SF 作品でどんでん返しは通用しないので脚本と設定のギャップが個人的にはイマイチだったポイントでしたね。ラストシーンではミニーの能力がデルレーンを上回り組織の人間を壊滅したかと思いきや、ポストクレジットで実はデルレーンの能力が一部ミニーを上回っていて彼一人だけが生き残ったというシーンで終わります。このシーン絶対にいらなくないですか？この作品がめちゃくちゃ人気で続編がある前提ならいいんですけど、この感じだと多分ないと思いますし、主人公家族への危機が継続してますよっていうだけなんで後味が少し悪くなっただけでした。さっきのパートでも言いましたが、これも基本的に後出しじゃんけん方式なのでどんでん返しとかの要素は全くないですし、個人的には不要だったかなと思いますね。ここからはめっちゃイチャモンですけど、制作プロダクションのロゴ出てきすぎじゃないですか。オープニングでも2回くらい出て、エンディングでも2回くらい出てましたよね。もう分かったからもう大丈夫っていう、もうこれ以上引き延ばさないでほしいなと思いました。まあ他の映画も実はこれくらいロゴ出てきてると思うので完全にイチャモンなんですけどね。ここまでまあなかなかにひどめの批評をしてきたわけですが、これ映画じゃなくてドラマだったらいい線いったと思うんです。設定自体が悪いわけじゃないんですよ。ミステリーとの相性が悪いだけで、 SF 作品としてであれば十分に面白いと思うんですよね。かつ映画ってせいぜい2、3時間くらいしか枠がないのでシャープで強いメッセージが必要です。
この設定でそれをするのはかなり至難の業だと思うので、 Netflix でドラマシリーズでやってほしかったですね。仮にこの作品がドラマの第1話だとしたら、僕は絶対に続きを見ようと思いますもん。もしドラマとかであるなら、主人公もロークではなくてミニーの方がいいかなと思います。ストレンジャーシングスのイレブンみたいなカリスマ性ありそうですし、想像の3周先を行く驚愕のラストとか、冒頭5秒すでに騙されているとかいらないので、ちゃんと構成を練って映画ではない土俵でぜひリメイクとかしてほしいですね。というかロバート・ロドリゲス監督は本作の構想に20年を費やしたらしいので、絶対94分じゃ書ききれなかった予想めちゃくちゃあると思うんです。映画としての続編は期待していないですが、ぜひドラマなどでやっていただきたいです。以上でドミノの感想を終わっていきます。ベン・アフレック自身が監督業もやっているので、彼の出演する映画にハズレはないと思っていたのですが、今作は僕には刺さらなかったですね。ただしフィルマークスの評価は 3.5 とダサくというほどでもないので、短めにサクッと楽しみたい人にはおすすめかなと思います。さて10月も終わり、11月に入りますね。11月は期待値が高い作品の公開が多く、11月3日公開ゴジラマイナスワン、11月10日公開性欲、11月23日公開クビ、邦画の月になりそうですし、全部系統も違って楽しみですね。このあたりもこのチャンネルで紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。以上でこの動画終わっていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いいたします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。